にちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきます。今回からですね、新章に移ります。新しいシュババを、カタロレールへから、産んでいきます。まずは、いつも通り農園で収穫を行い、デイリーのガチャを引き置きます。シックスエースが手に入りました。というわけで、これをやった後でプレゼントは回収ですね。一応電動馬シリーズというのがあって、この編成ですが、東海帝王産駒とミジョラモヌ産駒しか今回は選べません。中距離王決定戦ファーストステージが2月11日から25日、セカンドステージが2月18日から同じく2月25日、レースは90分おきに開催で、報酬として素質のお守りや銅の馬次郎像などということで、決定枠セット可能株券10回か。さあ頑張りましょう。まあ頑張りたいんだけどな。2回までおみくじ引けますので、ラッキー馬主が手に入るように一旦引きたいです。引きましたね、よかった。さあ種付けをやっていきましょう。軽快にいきましょう。後からでも引きますので、まずは種付け。種付け大事ということで、成績ですがご覧の通りですね、27戦13勝、残念ながら1万枚には届きませんでした。血統がご覧の通りになっております。さてと、いい配合ですね。まずでしょうか。いい配合ですね。自家配合ということですね。ディンヒルの奇跡の血量でスピードアップの効果がかなり期待できそうとなっております。いい配合ですね。まあ普通に強い馬を育てるなら、この4ついい、ね、この赤い丸があるんですが、4つ丸を揃えた馬を、たとえ高くてもそれを手に入れた方がいいということですね。レベルも高いですし、でその観点で言えば、シュボバ持ってる、シュボバって、まあ、シュボバ持ってるんだったら付けられるんですが、多くてもこのエイブルフレンド3つまでなんですよね。いい配合ですね。なのでフレンドのシュボバを頼むようになります。すごいなこれ、4556も消費しますね。シルフィードなんかもつけられるんだ。これも一発型ですね。できれば堅実型が良い。雪風すごいですね。雪風はパラメータ見てみましょう。悪くないですね。なんて言ってもいいのは距離適性がいいってことですよね。イーブルフレンドでも良かったんですけどね。お、絆だ。堅実型がいいんですけど、まずまずでしょうか。
まずまずでしょうか。まずまずでしょうか。バイアリーダーク思い切ってつけてみるかな。まずまずでしょうか。まずまずでしょうか。いい配合ですね。まずまずいい配合ですね。いい配合、まずまずでしょうか。いい配合ですね。いい配合ですね。いい配合ですね。ダイワスカーレット、そうか、ヒンバの方はダイワスカーレットが持ってるんですよね。バイアリータック行ってみますか。すごいな、スタート S、 勝負根性 S、 瞬発力 SS、 2000から3600ということで、さあどこ、どんな馬で、どんな馬が出てくるか。青になりましたね。さらに、相性もありますからね。なんか初めて見たモミジのタイプだよな。おっと、なんだこれ、雷だ。初めて見た画面だこれ。おといしたクリゲの女の子ですよ。かなり非凡な才能を見せつけています。将来は楽しみですとなっております。バイアリーってどういう意味なんでしょうね。ちょっと調べてきます。はい、お待たせしました。どうも17世紀に生まれた馬で、かなり諸説あるみたいですが、バイアリーというのは馬主さんですね、生産者だったかな、がバイアリーさんだったので、その名前。他にも説はあるんですが、多分そうじゃないかな。タークはトルコのようですね。ということはトルコライスかな。トルコライスいいよね。トルコ。トルコライス、本当にトルコライスってつけちゃったのか。ということで、バイアリーターク、トルコにふさわしいか、まあいいや、トルコライス、全然トルコライス自体が全然トルコと関係ないんですけどね。長崎で、長崎名物みたいで。型のトルコライス、型のトルコライス、型のトルコライス、型のトルコライス。これで設定完了です。結構牝馬にしては重量重い馬ですね。あ、これを機嫌を崩してますね。はい、これで能力が変わったりするんじゃなかったっけ。危険崩します。おっと、結構遅めの馬みたいですね。この機嫌の崩し方も大事かもしれないです。この馬は2400あたりが得意な気がしますということで、普通に芝の2400出してみましょう。さあオッズどうなるかな。この子ならいけるでしょ。お、 1.2 レバーへ来た。ただいまより投票受付を開始します。潜在能力をさあ見せつけましょうということで、グリグリですね。この勇姿、1.0 倍、楽しみにしたいと思います。一瞬静まり返る場内、さあ準備が整いました。
ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようであります。まあ、まずまずですね。さあどこの位置つけるかな。5番手です。そしてそのうちに寺田橋、8番雪景色、リュウアンデルセン、そして1番人気のパタノトルコライス、うまくいっているんではないでしょうか。それからもう1頭、5番アリューテーク、10番エドノキタキが上がってまいりました。そしてその後ろから天竜王、それから4番ノーベルペガサス、外を通ってスマイルキャビン、混合ストーンが並んでいっています。時のかけら、これがしんがりであります。もう一度前から整理してみましょうか。順位が入れ替わっておりまして、先頭は寺田橋であります。12頭第2コーナー右にカーブを取ります。ラブエフェクト下がって2番手、そしてその外に8番雪景色、それから7番リュウアンデルセン、11番パタノタルコライス、ピンクの帽子が馬込みで入れています。1.9 倍ですからね。なんせ5番アリーテイク、そしてその後ろから2番天竜王、4番ノーベルペガサス、外を通りまして9番スマイルキャビン、コンゴーストーンがその後ろ、そして内からは6番時のかけら。さあもう飛ばしましょう。さあここで上がっていきました。場内はどっと来ている。場内はどっと来ています。パタノトルコライスは3番手といったあたり、寺田橋がもう先頭に立ちましたね。さあできれば引き離してほしいが、天竜王に結構絡まれている。負けに勝ったけど思ったほど差を広げられませんでした。スピードが足りないのかな。芝はまあ当然ありますね。それは当たり前知っている。おめでとうございます。はい、ダートを短距離いきましょう。距離適正は早く見たいですよね。2400がアウトは言うものの、いまいち人気がありませんね。このコースに向かないと判断されたのでしょうかっていうことで、一番右が黒三角に落ちましたね。まずスタートですね。5枠5番あんまりいいスタートじゃなかった。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行争いであります。客室を見たいですよね。それからタイプライター、外を通って三日月ターン、港ヒーローがその後ろ、花のコレクター、内を通って単行なるか、その後ろサンバシング、距離がね短いのかもしれませんが、さあまだ後ろにいるぞ。おっとどうしたんだ、全然伸びないぞ。伸びませんね。おっと伸びてきた。今さら局は差し切ってしまいました。エンジンのかかりが遅いのかな。危ないとこありましたが、結果的にはぶっちぎりました。やりました。スタートは良かった、いいみたいですね。いよいよには見えなかったんですけど。すごい。さあ芝の1200も行ってみましょう。距離適正、あとババの適正も見たいですよね。勝てるといいですね。おっとちょっとがっかりきてます。おっと丸川サンクスクリットっていうのがいます。スピード能力を見せつけるか、スタートにも注目したい。さあ3連勝なるか。スタートを切りました。12頭、スタートはまあまずまずですね。今回はスタートは結構致命傷なんで、短距離戦だと。8番リミテドラピットであります。2番サンスクリットが上がってまいりました。中段いや後ろっていうところです。それから1番スノーになりまして、さあ4コーナー大外12番です。今上がってきました。抜
さあそのうち全然スピードが違いますよ。なんだこれ。意外と短距離の方があったりして、すごい。デビュー戦はそんなにそんなに抜けてないのかなと思ったんですが、圧倒してしまいました。芝の方が合うのは間違いないですね。出発力高いんだ。後ろの方がいい競馬をするっていうのは唯一に出てますね。3連勝です。この馬にとっては伝説を序章に過ぎませんとなってます。確かにその通りですね。アマゴワクチンとやってみますか。何かご用でしょうか。ハードな調教でもケロッとしてて丈夫ですってなってますね。いい感じですね。適正な馬体重ですね。何かご用でしょうか。大きい馬体で迫力を感じますということです。基本的に中長距離ですが、短距離も悪くないような感じです。おはようございます。さあコインを獲得です。クエストを達成しました。さあ頑張りましょう。魔法石もいただきました。人参ですか。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。じっくり育てていきたいということですね。今7月を3週なんで、さあ頑張りましょう。ジワには出せません。気合十分ですね。さあ人参成長もどんどんさせていきたいです。お、キングジョージがあるじゃないですか。クエストを達成しました。あの適正ですからね。さあ、頑張りましょう。追い込みが合うと言ってます。いい感じですね。あえて差しですね。ここは調子回復をさせたい。おっと、2周年記念ケーキというのがありますね。使ってみましょう。何かご用でしょうか。おっと、キングジョージ出せないんだ。そういえば3歳馬だからなんでしょうね。もう一周見て様子を見ましょう。おっと、気性おとなしい。これは有利です。適正な馬体重ですね。何かご用でしょうか。何かご用でしょうか。重いですね。まだ行ってみましょう。一番人気ですね。 1.2 倍一番人気。ただいまより投票受け。グリグリですね。通過点だってなってますので、ここはあくまでも走るレー、走って力を見るレースだと思います。元デアリングハートがですね、 G12002 着だったり、ダンスインザムードもそうだったんですよね。
参戦は成績落ちてるみたいですが、G3 なのでダイジェストでいきます。まずスタートですね。8枠11番外から2投です。スタートはもうちょっと頑張ってほしいなって気がしますが、さあ前に上がっていきます。5番アンブロワーズ、その後ろでやりましょうか。8番マイネルベル、各馬第2コーナーに差し掛け、さあこれでもう、おっと、もう一気に上がっていっている。直線短いですからね。さあダンスインザムードもいい、本当に足の差がありますよね。さあってヘブンリーロマンスを来たんですが、これはダンスインザムードが残って、肩をトルコライス順調なスタートを切りましたね。まだ余裕のある作りなんでね、距離も伸びた方がいいかもしれないし。もっと上を狙っていきましょう。ありがとうございます。適正な馬体重ですね。少しかパイナップルだと思うんだ。適正な馬体重ですね。何かご用でしょうか。農園で収穫できます。収穫できました。クエストを達成しました。さあ頑張りましょう。今510キロ、8月を2周ですね。次はおそらく秋華賞になるかと思います。そこまで、調教をしていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。楽しみです。